シャグマ神社は、北海道マシケ郡ケ毛マシケ町シャグマに所在する神社。旧社格は孫社。祭人は、今年の主大臣、受け持ちの大臣。境内には関気堂がある。1861年5月、伊達林江門が、宇多とマリの守護神としてエビス神を祀る。1877年頃、シャグマに遷座。1884年、本殿を建築して、 エビス神社と称した。1899年7月、捕食人を合祀して、シャグマ神社と解消。1940年、尊者となる。1946年、宗教法人となる。シャグマ遺跡神社周辺からは広範囲にわたって遺物が発見されている。1970年に、マシケ町教育委員会による発掘調査が行われ、 1980年度には町の史跡指定を受けて標柱が建てられた。また1984年には北海道教育委員会による一般分布調査が行われている。出土死体物は北東式や殺門式土器などが多い。特筆すべきは縄文時代晩期の東北地方や道南で用いられた亀ヶ岡式土器が含まれていることであり、このことは 日本海を経由した道南との往来が活発であったことを思わせる。ABCDEFG 新増しけ調子 P705 ハット ABCD 新増しけ調子 P890 ありがとうございます。